怖い、不思議な話。百物語収集サイト、ほらほり図書館より。悪、縁。知り合いの J さんは、学生の頃、北海道の大学に通っていた。だから、彼の友人たちも、北海道に留まっている方が多く、 未だにお歳暮やら年賀状などのやりとりが続いているのだという。そのお歳暮の北海道のご当地ラーメンのお裾分けをいただいたときに、J さんからお聞きした話である。J さんが大学4年の冬、正月を実家で過ごそうと帰省することにしたそうだ。北海道からの帰省は、 簡単ではなかった。大学近くの住み慣れたアパートを出て、まずバスに乗った。すると、バスの車内には、自分と同じように帰省のためか、大きな荷物を持って座席に座る数名の男女がいた。みんな正月だから家に帰るんだな、と思って、知り合いがいないか見渡すと、 一人の女子が目に留まった。彼女は J さんと学科が同じだったが、ゼミは違っていた。四年間、いくつかの授業がかぶっていたので、顔は知っていたが、名前などを全くわからない程度の女子だった。彼女は、どちらかというと、服装は地味だが、顔は整っていた。 しかし、美人という感じではなく、優等生タイプのしっかりした印象だった。もちろん、会話をした記憶もなかった。駅前でバスを降りると、札幌に向かうため、電車に乗った。すると、またしても、すぐ近くに彼女が座っていた。札幌駅で電車を乗り換え、 千歳空港に向かう。彼女を見つけた。ああ、彼女も飛行機で帰るのかな。と思ったそうだ。そして、果たしてその通り、飛行機も同じだったそうだ。ジェイさんは、岩手県出身で、家が空港の近くだったが、彼女はさらに電車に乗ったようだったとのこと。 ジェイさんは彼女に話しかけることもできなかったが、同居であったことや帰り道がずっと一緒だったことに何か高揚感が膨らんだ感覚を覚えたそうである。ジェイさんは人当たりもいい人で、顔もまあまあだし、頭もいい。友人がたくさんいたそうだが、女性には奥手てで、 恋愛経験が皆無だった。だから彼女のことを意識し始めたものの、どうしたらよいか全くわからなかったそうだ。そしてその後の数ヶ月間、彼女とは大学内でたまに見かける程度で話すこともできなかった。ジェイさんは妄想の中で 彼女との会話をいろいろとシミュレーションしたとのこと。この前帰省の時ずっと一緒だったね。出身は岩手県俺、まる出身なんだ。しかし、どうしても話しかけられず、残念ながら卒業してしまった。そしてジェイさんは地元の岩手県内で就職したため、 最初の勤務地である沿岸地域の営業所に配属となった。会社から寮の圧っがあり、そこに住むことになって引っ越しをすると、そこは旅館の一室であった。沿岸ではアパート数も少なく、物件の空きがなかったため、長期滞在者用に旅館側で安く提供してくれていたそうだ。 そしてジェイさんは偶然にもそこであの帰省を共にした同級生の彼女との嬉しい再会を果たした。なんとその旅館の主人の娘さんだったのだ。ジェイさんはこんな奇跡的な再会が本当にあるなんてと大変驚いたという。 そこで彼女にかろうじて同じ大学だったことは伝えられたが、共通の友人がいるわけでもなく、残念ながら話題には乏しかった。さらに彼女は地元の役所に就職していたので、仕事での接点は全くなく、ジェイさんも朝早くから夕方遅くまでの仕事だったので、 お互いに認識はしていたものの顔を合わせることは少なかったそうだ。気にはなるけど遠い存在で、ただ彼女を見つめるだけで満足していたのだという。縁というのは不思議だけど糸口がたくさんあったのに彼女とは絶対に結ばれなかったんだ。とジェイさんはしみじみ言う。 ジェイさんは彼女に対するもやもやした感情を振り払うかのように仕事を覚えるのに集中して忙しく働いた。そして彼女はジェイさんとは関係のないところで彼氏ができ付き合い始めた。しかしその彼氏が最悪だったそうで借金や暴力など むごいエピソードが連なり、子供までできて、とても苦労したと、後から聞かされたそうだ。ジェイさんは、ようやく仕事にも慣れて、落ち着いた頃、内陸の自分の地元に転勤となって、残念ながら、同級生の彼女とも、離れ離れとなってしまった。そして、他のある女性と、 縁があって結婚したが、性格の不一致で数年後離婚してしまったそうだ。ジェイさんはその頃から何度となく同じ夢を見るようになったそうだ。夢の中ではあの同級生の彼女と仲良く楽しげに会話していた。そして目が覚めて、 ものすごく後悔する。なんで話しかけることができなかったのかと。そして、あの3.11の地震が起きた。沿岸地域は壊滅的な状況となり、ジェイさんはようやく連絡が取れたところで、同級生の彼女の死を知ることとなった。彼女の死を 心から痛み、彼女の姿を思い浮かべると、彼は急に気がついた。本当に急にだったという。彼女の横には、いつも黒い20センチくらいの鬼の顔が空中に浮かんでいて、なんとなくそれがとても不気味で近寄れなかったということに、 その鬼の顔のことを今まですっかり忘れていたんだよ。ジェイさんは時々思うのだそうだ。もし勇気を出して彼女と付き合っていたら彼女は死なずに済んだかもしれない、と。私はジェイさんの話を聞いて考えていた。きっと逆なんだ。 と、ジェイさんが勇気を出して彼女と付き合っていたら、ジェイさんはきっとあの地震津波で彼女と共に亡くなっていたのではないかと。昨年秋にジェイさんのおばあさまが亡くなり、ジェイさんも急ぎおばあさまの家に向かったのだという。そこで改めて、 仏壇の中を見て大変驚いたそうだ。そこにはこの地域特有の角のない鬼の面があった。この地域で古くから伝わる伝統芸能の鬼券売を舞う時につける面で、本来なら五色あるのだが、その面は北を意味する黒の面だった。 その鬼の面は、家の人の話だと、おばあさまが亡くなる少し前、自分の部屋から持ってきて仏壇に飾ったのだという。この面は、ご先祖様が鬼券売を踊った時に使っていた面だ。ご先祖様がみんなを守ってくれている、と言っていたそうだ。 この鬼の面は見た目とは違い悪いものを払う念仏踊りを踊る際につける面なので角の生えた怖い鬼とは別の意味を持っているジェイさんはすぐに思い出したそうだ亡くなった彼女の横にいつも見えていたのはこの黒い鬼の面だったのではないかと ジェイさんは現在、独立して、ご自分の会社をご自身で経営されている。お仕事は順調で、人にも恵まれている。きっと、守り神がついているのだろうと思う。以上。怖い、不思議な話。百物語収集サイト。 ほらほり図書館より、悪、縁、でした。ご視聴ありがとうございました。